キラリと輝く27歳、世界が注目する中、ヒラノ陽が特別な誕生日を迎えました。ニューヨークタイムズスクエアでのウィッグサプライズ、著名人たちからの祝福、そしてルイ・ヴィトンの贈り物まで、キシユータと神宮寺のラインも話題になっているゴート MV。こんにちは、皆さん。今回は、世界的なアイドル、ヒラノ陽さんの特別な誕生日をお祝いする素敵な瞬間に焦点を当ててみたいと思います。早速。 27歳の誕生日に何が起こったのか、一緒に見ていきましょう。まず、ニューヨークタイムズスクエアでの驚きの出来事。ファンの熱狂的なサポートにより、なんとタイムスクエアには平野潮さんの広告が掲載されました。さらに、注目すべきは、平野潮さんのファンたちがニューヨークのタイムスクエアに広告を出すなど、独自のアクションで彼を祝福したことです。これは、ファンとアーティストの結びつきを象徴するものであり、 彼の存在がコミュニティにどれだけ愛されているかを物語っています。世界中の人々がその姿に注目し、彼の存在感がますます際立っているようです。そして、著名なアーティストや仲間たちからの祝福が届きました。ルイ・ヴィトンからの特別なギフトや、神宮寺とのライントークもファンにとっては嬉しい驚きでしょう。これだけの注目を集める中、平野潮さんはますますグローバルな舞台に進出しており、 その魅力が世界中に広がっています。さて、そんな中、今回の誕生日には新たな一面も垣間見ることができました。彼のインスタグラムストーリーには、ファンから届いた様々なメッセージや、仲間たちとの楽しいやりとりが綴られています。特に注目すべきは、キシユタからのラブリーなメッセージや、神宮寺のユニークなバースデートーク画面の共有です。ショータイムとも呼ばれるキシユタは、 平野紫シさんの誕生日を心から祝福し、ハートの嵐を送りました。その中で、一風変わった愛の表現やパリピな要素が垣間見え、ファンを楽しませています。岸優太の個性的なメッセージは、まさに平野紫シさんとの友情を感じさせますね。また、神宮寺のユニークなライントーク画面も一大見どころ。彼のユーモアあふれるバースデーメッセージや、パリピな雰囲気が伝わってきます。3人の会話からは、 普段のアイドルたちの意外な一面が垣間見え、ファンにとっては新しい発見となったことでしょう。平野耀さん自身も、27歳の新たなステージに向けて意気込みを語っています。そのコメントには、南国風の彼の魅力が滲み出ており、ますます多くの人々を魅了することでしょう。彼の成長とともに、ファンも彼との共有を大切にし、これからも一緒に歩んでいきたいと感じていることでしょう。 最後に、ヒラノシオさんへの祝福が止まりません。有名なダンスカバーグループ、ジャスティンズ・ピーチズのカリスマ・コレオグラベが、カズさんからも心温まるメッセージが寄せられました。アーティスト仲間やファッション関係者からの祝福が、ヒラノシオさんのキラリと輝く27歳を盛り上げています。ヒラノシオさん、お誕生日おめでとうございます。これからも世界中のファンと共に、さらなる飛躍を楽しみにしています。ピースサインを送ります。 これからも、平野紫耀さんの奇跡を追いかけ、彼の活動を応援し続けるファンの皆さんにとって、素敵な時間が広がることでしょう。彼の未来に期待して、共に歓喜と感動の瞬間を楽しんでいきましょう。